ですけど、今年も残り3日なんで、今日は最後の動画を撮ろうかなと思って今撮ってます。では前回声が聞き取りにくかったんで、今日はなるべく聞こえるように滑舌よくゆっくり喋っていきたいと思います。でも後半になるにつれて忘れていつものように喋ってたら謝ります。ちょっと時間が空いたけど、今ここちょっと強めの音かな。これやっぱ耳かきの音って雑なガリガリっていう音が自分も好きなんで、そういう音を目指して音を探しながらガリガリしてます。まあ今回も雑談していきたいと思います。自分は今年